前回縫い合わせるところを間違えましたので、ほどいて縫い直します。まず表布、裏布ともに中表にして、それぞれ中心を縫っていきます。 R の大きい方です。R のところは後で折り曲げると大きいシワになるので、切り込みを数箇所入れておきます。アイロンをかけてシワにならないようにしておきます。中表にした上下を縫っておきます。縫い終わったら袋状のものを裏返しします。これで一応原型できました。一応立体マスクになってます。上下にアイロンをかけて形を整えます。最後にゴムを通す穴を作って、ゴム紐を通して出来上がりです。今回は格好のいいマスクがやっとできました。